それではですね、外神田一丁目、簡単に最近プライベートで起こったプチ事件を報告してもらいたいと思います。はい、うん、誰か、うん、はいはい、うん、はい、プチ事件いっぱいありそう。あります。どうぞ。はい、はい、私はですね、先日、うん、バックステキャストの篠ノ目ゆめちゃんと、うん、帰り道歩いてたんですよ。バックステから秋葉原駅に向かって、うんうん、そしたら、普通に歩いてたら後ろから男の人が声かけてきたんですよ、うん、すいませんみたいな、うん、2人はどこかメイド喫茶で働いてる人ですかって言われたんですよ、うん、だからあ、もう違います違います、冷たく言ったらなんか男の人がすごい調子にこうちょっと乗ってきて、あ、よかった、そしたらお二人にちょっと個人的なことで申し訳ないんですけれども、うん、僕の恥ずかしい姿見てもらえませんかって言われて、いいね、いい事件だ、本格的に危ないですよ、ね、この人本物だと思って、ちょっとでも恥ずかしいことってちょっと興味あるじゃないですか、例えばどんなみたいな興味あるんですか、まあ、興味はね、裏まで連れてかれて紙芝居とかどんどん見せてもらえたりそういう恥ずかしい姿、昔々あるところに、紙芝居下手でね、ありませんかね、そういうこと、秋葉原歩いてたらあるんじゃないですか、秋葉原ですからね、そういういろんな人いますよそんな感じのプチ事件です。バクオ、はい、あ、どうぞ。なんか、うん、事件っていうか、ちょっと皆さんに聞きたいことがあって、なんですか、私電車この間乗ってたんですよ、うん、そしたら、多分そのバックステから帰る時なんて、まあ、夜じゃないですか、うん、で、夜帰るとやっぱ酔っ払ってる人がたくさんいるんですよ、うんうん、で、こう、多分すごい多分電水してるから酔っ払ってて、こう寝てるんですけど肩にこう寄っかかってくるんですよ。で、そう嫌だったんで、こうちょっとこうやってずれたりするとグッてなって戻るじゃないですか、はいはい、でもまたこうやって来て、もうそれがすごい嫌だったんで、席をずらしたずれたんですよ、私が、うん、そしたらバタンってなっちゃってその人が、で、私支えを失ってねなんか悪いことしたなって思っちゃったんですけど、私は悪いことしたんですかね。いやでもそれわざとじゃないですかね。あ、そうですか。やっぱね、隣に寝てんのがね、ハゲたおっさんとかだったらやっぱこうするもんね逆側によるよね。あ、本当ですか。やっぱ可愛い女の子がいるからやっぱこうちょっと倒れていく。まえちゃんの気を引こうと思ってたじゃんでもその人どうなったんでしょうね、倒れた後。その後どうなったんですか。でもその後もう放置してました。怖かったんで、ね、どうしていいか分かんなかったが、もう何もなかったことのようにもう音楽を聴いて倒れたまま倒れたってか、なんかもうずっとそのままなんですけど、で、多分戻ったと思うんですけど、私もすぐ駅を降りちゃったんで、あ、確認してないけど、確認してないけど、だからもうそういう時、そのこうやって酔っかかられることあるじゃないですか、でもなんか電車乗ってて、そういう時みんなはどうしてるのかなって、その時すごい考えた。まいちゃん冷たいよ。え、どうやってするの。私だったらやって、おかしい優しいだから一方的にこうやって体重がかかると辛いじゃん、ちょっと嫌だなって気持ちになる。だから私も同じぐらい体重かければちょうどよくない。やだよ、ね、人という字はそう書く、そう、心も穏やかになる、支え合ってる、支え合ってる。爆音、はい、どうぞ。事件かちょっとわからないんですけれども、うん、なんかその私、家栃木、実家が栃木なんですけども、うん、家の近くに公園があって、そこの公園に最近じゃんけんおじさんが出るっていう、じゃんけんおじさん、じゃんけんおじさん、レアキャラですね。お母さんに言われて、気をつけてって言われて、何が起きるの、何がってダメだから、その詳細をお母さん知らなくて、妹が知ってて、その詳細を聞いたら、なんかいきなり後ろから来て、じゃんけんしようって言ってくるんですよ。怖い、じゃんけんしよう。で、それで、うん、で、そ、どうなの、なんか無視したり、断ったりすると、やるまでひたすら追いかけてくるらしいんですよ。じゃんけんがしたくてどうしようもないんだ。え、だからもうそれきっと怖くて、はい、え、なんか事件ですかね、これは。え、てか、じゃんけんしてないの。え、本人見てないんですよ、まだ。あ、まだ会ってないんだ。なんか、なんですか、町内、なんか放送じゃなくて、なんか回覧板、みたいなので回ってきて、それが、回覧板で回るぐらい気をつけてください、注意人物なの。なんかプチ事件っていうか、モノホンの事件じゃん不審者だよ、ね、逮捕者出るやつですよね、これいや、なんか事件警察が動くやつですよ。それで何かがあったわけじゃないんですけど、ちょっとそれが私気になってて、今怖いね。すごい長めのマントを着てるらしいんですよ。怖っ、マントだから、その中がどうなっているのかわからないですけれども、じゃんけんおじさんってただの不審者じゃないですか、それ不審者だよ。バクオ、私的に起きた事件なんですけど、さっきの電車の話戻っちゃうかもしれないんですけど、はいはい、乗ってて、まあ、満員電車だったんですよ、朝だったんで。そしたら私、頭撫でられたんですよ。いい子いい子。え、なんかこうじゃなくて、こうなの。最初カバンが当たってんのかなと思って、なんかでも満員電車だから動けないから、後ろから、後ろからです。頭を私149センチで結構ちっちゃめなので、結構こう大きめの方が多いんで、誰がやってるかわかんないんですけど、でもとりあえず
やば本当に ひたすらなんかあの褒められたとかじゃなくてちょっと前アイザーさんのおばあちゃんに席譲ってんの見たとかじゃなくて本当突然で、でもああいう時ってどうしたらいいか本当に分かんないんですね。なんかもうひたすら撫でられてました。頭だからね、見るまで。その人マント着てませんでした。じゃんけんおじさん、ちょっと違いますね。そんなにいっぱいいんですか栃木で。じゃんけんおじさん、同じ人かなと思って。じゃんけんはするわ、頭撫でるわ、やりたい放題じゃないですか。いますよね本当に。爆音、本当にちっちゃい事件というか自分のことなんですけど、なんか最近チャレンジバクステライブに初めて出させてもらって、その時になんか美少女目視録からを撮ってたんですけど、時に後ろに下がる時に思いっきり後ろにこけちゃって、でもなんかすっごい緊張してて、なんかああみたいな、なんか初めてこんな尻もちつくみたいな、そうなんか転び方をしちゃったんで、なんか頭の中真っ白になっちゃって、なんかそんなこともありました。なんかそれやっぱね、あの後ろでこけた時じゃんけんおじさんが支えてくれたからちょっと話としてこけただけだとちょっと本当にプチ事件なんですけど、今日お家出る時に、なんか喉渇いてお水飲んでいこうとしたんですよ、で冷蔵庫開けて、でちょっと急いでたんで、なんか取ろうとしたら卵のパック、卵を3個入ってたんですけど、まだそれがバーンって落ちちゃってで、ね、割れちゃってもう下にバーンってなったんですけど、時間がなくてなんかもういいやって思ってそのまま来ちゃいました。お家の、電球が切れちゃって、買い方わかんないんですけど、じゃんけんおじさん呼んでください。じゃんけんおじさん、じゃんけんおじさん、栃木県まで行ってね、わざわざ栃木県の公園で待ち伏せてれば来ますから、その人にうちのあの電球をじゃんけんで買ったら買ってください。